ちは、ここは久しぶりのよちゃんです。よろしくお願いします。はいはいはい、暑い。今はもう灼熱と灼熱の毎日が続いてる中、皆さんどうぞ、そして5月の中体調管理の中に気をつけていただいて過ごしていきましょう。皆さんはスマッシュケーキっていうものを知ってるでしょうか。僕は知りませんでした。スマッシュケーキはジェスチャーで表現しますね。ここにケーキがあります。ケーキももうはい、これがスマッシュケーキです。大人になるとちょっと気持ち悪いんですけど、要はお誕生日の記念にケーキを、ケーキがある、そのケーキをお子様が手で食べちゃおうっていうやつなんですけど、本当に可愛いので、ちょっと僕のジェスチャーだと伝わらないので写真で見てください。どうぞどうぞ。いかがだったでしょうか。なんかイメージがついたと思うんですけど、本当に可愛いんですよ。嫌がっちゃう子もビューっていう子もいますし、なんかこんなんなってこんなんなってながら楽しんでる子もいるんです。で、ちなみにそのスマッシュケーキっていう用のプランがうちで出来上がりました。で、あれなんです、もう様が食べても安全なケーキ、オーダーレンタルのケーキがあるんですけど、そのケーキをうちで用意して、もう皆様お来ていただいて、もうちょっとしていただけるんです。その写真も全部ついてくるっていうプランがあるんですけど、お衣装もあるのでちょっと撮ってきますね。はい、この衣装とこの衣装があるんですけど、反対でした。はい、こういう男の声のおむつパンツと女の声の骨があって、女の子だとここに髪飾り、チュチュの上にこうヘアバンドがついて、男の子だと超ネクタイがある。それを着てお写真も撮れるので、お衣装の心配もなしでございます。はい、で、細かいプランとかホームページに載ってるので、後でゆっくりじっくり見ていただいて大丈夫です。見てください。あと分からないことがあったら、もう各店お電話お待ちしておりますので、安全の体制ですぐご連絡いただいて大丈夫です。はい、そしたら今日はここまで。感謝してるのよっちゃんよりお届けいたしました。それではまたいつか YouTube でお会いしましょう。さよならー。